ね。いや、これも感慨深いところありますね。さあ、プレーオフをかけた最後の戦い、ドラゴンビショップ参りましょう。家族を守るために、光があなたを導くでしょう。うん、これは疾走ランプドラゴンっぽいですね。はい、なのでちょっと聖風神の横並べ怖いですね。さあ、ラスティナ2枚にドラゴニックレイジー。聖風神に対する回答というのはドラゴン側だとどんな回答がありそうですか？そうですね、やはり、まあ、ゲオルギウスの横処理も強いんですが、ただやっぱり目の前の瀬戸に対して耐性がなかなかついてないのと、まあ、例えば入っていればギルバに進行を切った時にその盾を全部吸われてしまうというのは厳しいんですが、このドラゴニックレイジ覚醒状態で打つことで、まあ、うまく処理できるかもしれませんね。さあ、まずはノアからのプレイに成功して、このラミエル強力です。ドラゴンにとっても嫌な一枚になるでしょう。フェグのターンに、2ターン目動けません。これはちょっと厳しいですね。さあ、そしてゴブリンクイーン、いい流れ。ただドラゴンにはあの必殺の逆転カードがある。いや、これは順番が逆であればというところをフェグが考えたでしょう。遅いってってなりますよね、さあ、ワーカーのターン、セーフシーンが欲しい。瀬戸を持ってきました。あまり素引きはしたくないんですが、対ドラゴン戦であれば7コストで使うのもやぶさかではないですね。そうですね、728選択できない守護で、さらに3点回復といったところで、ドラゴンにとっては結構重いカードになるんですよね。いや、ゴリゴリ体力減らしてますよ。13点ですか。はい、これしかもラーも持っているので、この序盤のダメージ与えてるのかなりゲームに影響してきそうですよね。さあ、ノアのこれはバリューを上げるためにどんどん連携稼いでいく。ここでドラゴン取れる選択肢はゲオルギウス。66で立てていく。ドラゴンのこのカードの存在のおかげで序盤のアグロムーブ押しとどめることができている。さあ、若のターン、ノアが到着。いまだに必殺の聖風神というカードはまだ引けていませんね。はい、ここ、まあ、5ターン目のアクションとしてはおそらくラーを置くタイミング、ラーを置きたいのかなっていったところもあるんですが、次のターンですよね。若は聖風神が引けていないので、ちょっとその次のターン以降の動きが気になるところですね。いや、サニーさん、このローテーションからいなくなる前に北条の聖風神は日の目を浴びる形になりましたね。そうですね、最初ソフィーナが出た時とかもあれやこれやといろいろ試されてはいたんですけど、最後の最後に花開く形になりましたね。さあ、ここはノアに進化を切って守護裏に隠していく77。さあ、残り体力13点、ラーのおかげであとは耐えるプランも存在する。竜の託戦です。ここはグランの覚悟で両処理いきますかね。さあ、準備を行う。ゼルガネイヤー、欲しかった1枚かもしれません。これは今出してもそこまで得じゃないと。そうですね、次のターン出せばそもそも1コスト使えるので、そこでゼルガネイヤーと一緒に使うこともできますからね。そうですね、組み合わせて軌道二輪車突進っていう動き可能になりましたね。さあ、となるとここから若は聖風神が来なかったというところがちょっと手が止まる一因かもしれません。ちょっと見通しの悪い手札になってしまいましたね。おそらく7ターン目は瀬戸強力に動いてくれるはすると思うんですけども、まだフェグ側は攻め手を使っていない状況ですので、そうなってくると瀬戸で受け切れるのかってところありますよね。今リソース差もだいぶ開いていて、フェグ側のゼルガネイヤを考慮しなければラーで勝ち切ることはギリギリできそうですけどね、はい、なのでちょっともうそこで舵切りますか。そうですね、イオでちょっとでもダメージ入れると、はい、さあ1点、フェグのターンです。さらなる飛翔、まあ、思えばゼルガネイヤはまだ我慢できる段階ではあるわけですね。で、聖風神も来なかったのでちょっと余裕あるなっていったところで、今託戦に手が伸びているのでランプアップ PP ブーストを測ってでラスティナですかね。1ラスティナ、はい、1ラスティナ行きながら体力プッシュしていく形になりますかね。さあ、これはさらなる打点カード、1コストで2点の打点になる。これは設計士も同じです。ちょっと手札も減らしたいので設計士にしたいですかね。設計は創造の卵。さあ、竜の設計士、そしてラスティナ、ゼルガネアが温存できたのもまた大きそうですね。そうですね、このターン温存できたのは非常に大きいと思いますね。相手の瀬戸に対してクリティカルヒットしますからね。そう、進化切るかどうかを悩んでいます。一応連携ビショップに万が一、追憶の大天使が入っていた時に体力1点、これは消滅させられてしまうことを考慮して進化大きいですか。
なくても取れるがというところで先に取っていった形ですね、はい、確かにそう考えると法典だったりはあまり入ってるイメージがないんですけど、はい、追憶は入ってる可能性かなりあると。そうですね、まあ、一応少なからず考慮していくのと、あとは今進化権が、未来の飛翔を引けたことでジータの決心もあってで残り2個っていうシチュエーションだったので、まあ、ここまで使わないかなっていうところを考慮したプレイだと思います。若にとってちょっと耐えるプランに変えそうですね。ウィルバートだったりを引いて、はい、なんとかなるかなとか、どっかでセーフシーン間に合えばっていうところでノアのために連携稼ぐ、あとは例えばアンベルトなんか入っていたら守護ビショップのような耐えるプラン、そこを実現できるかもしれません。さあ3点飛ばしてラスティネに当たります。7点ダメージ、ただ十分に負けうる状況になりましたね。いや今体力残り13点まで、先に回復から入ったのがサニさんちょっときつかったですかね。そうですね、ラスティナこのタイミングもまた絶妙で、結構こういう、そうですね、ゼルガネイアとかよくありますよね、大ダメージが後から来るみたいな。そしてドラゴンはまあこの13点なんと簡単にバーストが出せる圏内だったりもしますので、レジーが絡めば 9PP あればいろいろできる、本当にいきなり15点出てくるデッキですので、そうですね、現状の手札とちょっとまだ無理ですかね、はいはい、なので瀬戸打ちますか。はい、ちょっと負けるぐらいならってことですね、危ないラインだったので、さらに進化してさらに3点回復もやりますかね。ただここはギリギリまで粘ると、ダークジェイルドラゴン、これは分からない。ダークジェイル、これでまあ実質5点ですね、このレジと合わせて、はい、で14点ですね。まあの瀬戸がなければ終わっていたとさすが若、この嗅覚さすがですね。いい対決しますね。瀬戸7で使いたくなりますけどね、うん、おそらく海老原拓負けてますよ、僕使わなかった正直海老原拓は温存でした、あのもったいない、さあとなるとゼルガネイア、ここも一歩も譲りません。さあダークジェイル、お互いに譲らない戦い、デッドヒート、残り体力13点、そしてさらに打点カードを温存しておく。ここで軌道に臨車、次のターンには 10PP。 いやーフェグとしてはもう清風神さえ来なければほとんどリーサル見えてますね。さあ若のターンにワイルドリザード、全処理自体は軽くできますね。さらに回復も回復も可能ですね。はい、なので全処理しながら回復して、うん、守護は立たないのでお祈りですね。2点置かれて 10PP で負けなければっていう。そうですね。さあここは自由なる冒険者、聖風神にたどり着けなかった、引けていたさっきの試合で勝つべきだったと若はおそらく考えるでしょうね。う、悔しいですよね、ここまだわからない。回復を重ねてどうすればベストな処理になるか、それを考えて当たりに行きます。まず当たることで再度軌道に2射出すことができる、そして3点飛ばしながら動かすと。そうですね、突進も付与してっていう形ですね。世界はワイルドリザードラストワードで出してくれます。そして瞬目まで置くことで 2-2 を上から踏む可能性すら生んでくれると。ただ手札全て使い切るので後悔してしまいますね。さあ19点まで逃げることができる、ただドラゴンのバースト力を舐められない。そうですね、16点だとあっさり盤面にも残ってしまっているので、軌道二輪車が怖いなって言ったところで回復も挟みますかね。いやオールインですか、オールインですね、やるしかない。放浪する料理人、手札を全て使い切り全勝利。ただバリア2点残っている、進化も1つある。もう一度舞台、あの舞台に行きたい。NTT ウエストリバレントフェグ、レッパのアルシザンレシ、まずは2点のバフを受け、そして竜の育成噛み締める。ダークジェイル、もう一発ダークジェイル、そして大切に温存した最後の進化拳、殿下の宝刀レジージェイルジェイル、9点5点5点、足りました、19点パンチ、これぞドラゴン。本当に言葉失ってますけど、いかがでしょうか、率直な気持ち感想としては。そうですね、 Day1 の時から Day1、Day2 と、まあ、デッキは違うんですけど、かなり変わり種のデッキを持ってきていて、
まあ、ドラゴンに関しても見えてないんですけど、まあ、ちょっと変わってるカードが入ってたんで結構デッキ勝ちができたのかなと思いました。あ、もうこの構築っていう段階で、まあ、自信もあった、それが、まあ、実ったっていう形ですかね。そうですかね、はい。なんか推しのデッキっていうのもちょっと教えていただきたいなと思ったんですけど、まあ、ずっとネクロマンサー持ち込むつもりで相方をエルフにしようと思ってたんですね。はい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 。でそしたらすごいドラゴンの形が面白くできて、どうしようっつってちょっとずっと愛着があったネクロマンサーを捨ててドラゴンを持ってってエルフドラゴンにしたような形ですね。実質だからファーストが決まっててセカンドを決めよう頑張ってたところにセカンドサードになったってことですよね。それがすごいですね。そうそうそう切り替えられたのが、うん、自分でもねすごいことだと思うんですけど、いや素晴らしい出来選択だったってことですね、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。そしてサニさんからいかがですか。フェグさん、なんかレイジ、はい、ちょっと苦手なレイジっていうイベント自体が苦手なイメージがサニさんコーラカップルみたいな声が食べてくださいもんコーラこのプレーオフ目前まで来てこのラスト1試合に臨む時の気持ちとかぜひ教えてください。あ、確かに。ってことはサリさんは負けそうだなと思ってたんですけど負けそうだなって思ってない苦手だからなってワンチャン負けるぞみたいな。なんか、まあ、待ち時間がちょっとあるんですよ、はい、あ、確かに。でもうさっさと始まれって思ってました心の声だなこれです心の声で、もうなんか勝ったからか安心感からかもうリラックスがやばいですよね。何でも言うぞみたいな疲労がね、疲労がエグいですよ。一、ね、日朝からね、うん、戦っていただいていて、はい、朝からやってるんで、いやただまあちょっとね、まだ手震えてますよね疲労感もあると思うんですけど、ただね、まあ、あの今回はファイナリストになったわけではない、はい、そうなんですよね、まだね油断しちゃいけませんか。実はねちょっともう勝ちきったみたいな感じになってますけど、ここからプレーオフ。そうファイナリストじゃないのまだファイナリストじゃないので、そうですね、2020年、まあ、プロ選手としても個人としてもあまり良くなかった、成績的にも良くなかったんで、2021年は本当に頑張ろうと思ったところで幸先が良くここまで残ることができたんで、絶対ファイナリストになります。応援お願いします。ありがとうございました。見事勝利しましたフェグ選手でした。ありがとうございます。バイバーイ。